ボーリンググリーンは、ロワー,ーマンハッタンのブロードウェイ南端に位置する小さな公園である。すぐ南には、ニューアムステルダムの要塞であったフォートアムステルダムの跡地に立つアレクサンダー・ハミルトンが死国税館がある。1733年にこの公園は造成され、もともとは野外ボーリング場があったためこの名前が付けられた。この公園は、 ニューヨーク市で最古の公共の公園であり18世紀に作られたフェンスで今も囲まれている。この公園の北隅にはチャージングブルゾーが置かれている。ボーリンググリーンフェンスパークはアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。この公園は雫の形をした広場であり、ホワイトホールのそばのブロードウェイが分岐したことによって形成された。 この公園はフェンスで囲まれた緑化公園で椅子とテーブルが備わっており、ファイナンシャルディストリクトで働く人たちがよく昼食時に利用している。広場の中心には噴水がある。この広場の南にはアレクサンダー・ハミルトン合衆国税館の正面入り口が隣接しており、この建物にはスミソニアン博物館の国立アメリカインディアン博物館及び、 ニューヨーク州南部管区の破産審査裁判所が入居している。以前はこの公園の南端に沿って同じくボーリンググリーンと呼ばれる公共の通りがあったが地下鉄駅の入り口を設置するためにこの通りは廃止になった。プリングダウン・ザ・スタチュー・オブ・キング・ジョージ・スリー・ NYC 1859年頃、ボーリンググリーンにおけるジョージ三世像の印刀紙をロマンティックに描いた。 ビクトリア朝の絵画、美化されており、歴史的な正確性には欠けている。1850年の服装をした彫刻が描かれており、さらにネイティブアメリカンや女性、子供も一緒に描かれている。この公園はニューアムステルダムの時代に遡る頃から長い間、ニューヨーク市街地の活動の中心だった。百三十八年から百四十七年までは、 牧畜のマーケットが置かれていた。また軍需パレードを行う場所でもあった。1675年、市議会は穀物、牧畜そして他の物産品の都市の位置として、プランアホーザフォルテに指定した。1677年、この町で初めての公共の井戸が、フォートアムステルダムの前のボーリンググリーンの位置に掘られた。1733年、 市議会はこのパレードグラウンドの一部をこの近辺の3人の有力な地主に故障子として使用するために貸し出した。彼らはこの公園に美しさと装飾を加えて市民の喜びの場所を作ると約束した。この改修の一環として立ち入りできるボーリンググリーンが作られた。周囲の道路は1744年まで石畳で舗装されることはなかった。 1770年8月21日、イギリス政府は、ジョージ3世の騎馬像を、ボーリンググリーンに設置した。これは、金メッキをした4000ポンドの像で、マルクス・アウレリウス・アントニヌス騎馬像の様式に倣って、王は古代ローマ風の服装で着飾っていた。この彫刻は1766年にウィリアム・ピットの彫刻とともに、ロンドンの著名な彫刻会 N。 ヨゼフ・ウィルトンに委託された。1770年以降は、急速に、イギリス本国との関係が悪化し、この彫刻の周りは、ボーリンググリーンの抗議者たちを引き寄せる場所となった。1773年、市は、反落書き法及び反暴特法を可決し、このモニュメントに対する公共破壊行為に対抗するため中鉄の防護フェンスで公園の周囲を囲んだ。 このフェンスは現在でもまだ立っている。1776年7月9日、ワシントンの舞台によって、現在のシティホールの場所で、独立宣言が読まれた後、地元の自由の息子たちは、ブロードウェイを抜けて、ボーリンググリーンまで押し寄せ、この像を引頭した。防護フェンスの上についていた中鉄の王冠の、ポストフィニアルはノコギリで切り落とされ、この後は、今でも見ることができる。 これはニューヨーク市の歴史の中でも最も印象的な出来事の一つである。民間伝承によると、オリバー・ウォルコットの指揮によってこの像は細かく砕かれ、コネチカットの鋳造所に輸送され、42,088発分の愛国者が使用する弾丸へと作り替えられた。総重量2,104.4ポンドの像の残骸から1ポンドあたりから20発の弾丸が作られた。 この像の頭部は槍の柄につけて街中をパレードで引き回されたがロイヤリストたちによって修復されイングランドに送られた。この像の断片の6つはニューヨーク歴史協会に1つはニューヨーク市博物館に2つはコネチカットよって保存されている。この出来事は移行数年にわたって幾度と描かれており EN ウィリアム・ウォルコットによる1854年の作品や、EN ・ヨハネス・アダン・サイモン・オートルによる1859年の作品などに見ることができる。1900年のボーリング・グリーン周辺この像の台座として使われていた大理石の厚板は1783年に死んだ EN ・ブラック・ウォッチのジョン・スミス市長の破壊師として初めて使われた。 スミスの墓所は1804年にサラチにされ、そこに建てられた2軒の邸宅の階段として、この厚板は使用された。1880年に碑文が再発見され、この厚板はニューヨーク歴史協会へと移された。1790年にジョン・トランブルによって描かれシティホールに飾られているジョージ・ワシントンの肖像の背後にはこのモニュメントの土台が映っている。ウィリアム・ピット像は、 ニューヨーク歴史協会に保管されている。革命後、ボーリンググリーンに面していたホートアムステルダムの廃墟は1788年に解体され、瓦礫の一部はバッテリーを西に拡張するために使用された。砦の跡地には新政府の指導者の邸宅が建てられた。この建物の四つの支柱ポーチ湖はボーリンググリーンに面していた。大統領が住むことが望まれたが、 ジョン・ジェイが住むこととなった。シュートがオールバニに移ると、この家は1815年に解体されるまで、宿屋として使用されていた。エレガントなタウンハウスがこの公園の周りに建てられ、ニューヨークのトーリー島の愛国者のいくらかは現在は、共和党支持者となってはいるが、この時からこれらの建物の多くは居住者が使有できる、ままである。EN エイブラハム・ケネディ率いるニューヨークの商人たちは1、ブロードウェイに立つ中央のペディメントの下に56フィートのファサードを持ちバッテリーパレードを正面に向いた邸宅に住んでいた。これは新しく開かれたこの公園を象徴していた。ローズヒルに夏の別邸を持っていた本、ジョン・ワッツ、5番地に住むロバート・リビングストン、7番地に住む EN、スティーブン・ホイットニー。 そしてジョン・スティーブンスらは皆ボーリング・グリーンに向かい合う連邦様式のレンガ作りの住宅に住んでいた。大統領の第二の別邸だったアレクサンダー・マコーム邸宅はこの公園の北の39から41ブロードウェイに位置している。ジョージ・ワシントン大統領は1790年2月23日から8月30日の間、アメリカの首都がニューヨークからフィラデルフィアに移るまで、 ここに住んでいた。しかしながら、1850年までに、ラファエットストリートと続いて、ワシントンスクエアパークと五番街の開業によって、一般的なマンハッタンの居住地がさらに北上したことで、この辺りの居住地は、戦績所へと変換されることとなり、結果としてこの公園は、完全に一般に公開されることとなった。第二次世界大戦後にはこの公園はしばらく、 放置されたが、1970年代に、ニューヨーク市によって改修され現在は、多くの人がこの公園を訪れるようになった。1980年には、ボーリンググリーンフェンスパークとして、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。1989年、EN ・アルトロディ・モーデカによる、チャージングブルゾーが、ニューヨーク市公園、保養局によって、 公園の北端に設置された。当初はデーモーディカによってウォール街に無許可で設置された像だが警察による応酬の後にこの場所に正式に置かれることとなった。この像はファイナンシャルディストリクトで親しまれる名所となった。2009年6月初旬には映画魔法使いの弟子のロケでこの公園が使用された。間は公園の噴水と池が一時的に改変された。 撮影期間中は公園と周囲の道路に機材が設置された。高層ビルやその他建築物によってこの空間の都市の価値が作り出されているボーリンググリーンはニューヨーク市地下鉄 IRT 歴ン東ンアベニュー線の駅の名前でもある。1905年にオープンしたこの駅の入り口は広場のすぐ横に位置している。ウィキメディアコモンズにはボーリンググリーンに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。